昼寝城は、香川県佐抜市崎山に築かれていた、日本の城、佐抜市指定史跡。昼寝城は、鴨部川上流の南側にある、八幡山の中原、俗称昼寝山の頂上に所在していた。昼寝山の山頂平坦地は2カ所あり、西方は100平方メートルあり、東方は200平方メートルある。西方の隅には、寒川社と呼ばれる祠が存在する。 東方の南端に土塁と見られる遺構が存在する。また二箇所に平坦地を、福音、約二メートルの道で結ばれておりばばと伝えられている。築城されたのは、柿津年間、追記あるじは、香川浩二と伝わる。南北朝時代から室町時代にかけて、倒産に勢力を誇っていた寒川氏は、人形天皇の頃に、さぬきやの姓を賜り、 代々寒川軍の軍事であったために、寒川氏と称するようになった。室町時代になると、長尾僧の児童に就任し、細川氏の悲観となり、大内軍、寒川軍と小戸島を領し、昼根城、引田城、虎丸城を築いた。大英三年、寒川軍内の境界争いを端に発する縁の、気合戦が起こる。塩の気合戦とは、雨滝城城主。 安富盛方が、寒川原世所領の城を攻撃し、寒川氏は、代の木で、安富氏を追撃したものである。大英六年、大内氏に属する寒川氏と三好氏に属する東郷氏の紛争が起こり、東郷氏に加勢する三好氏は、昼寝城、池内城を攻撃しようとしたが、寒川氏は先に日本杉を攻め、東郷氏、三好氏を敗走させた。東郷一存は、 仇討うちのために現世と戦ったが、細川春元が和睦を命じた。しかし森方は、春元の命に従わず、寒川氏を攻め、池内城を奪った。寒川氏は、昼寝城に尻き兵狼攻めにあったが落城せず、安富氏は尻いた。天正十年八月、長祖壁市の岩田運町に引きられた部隊は、石田、長尾に進行した。石田の、 小19県城城主、細川範りは、野崎寺安らを召集。岩田雲町を大将とする、長我部軍は、昼寝城、常連城を攻撃。細川範りは、蓮田大で迎え撃ち、岩田雲町、一宮平四郎を撃ち取った。ありがとうございます。